皆さんこんにちは。昨年に不祥事を起こした山川穂高選手の移籍、それに伴う人的保障をめぐって波紋が広がっている福岡ソフトバンクホークス。このごたごたっぷりにソフトバンクからの圧倒的な条件を蹴って日本ハム入りを決断した山崎福也投手に改めて称賛の声が上がっています。そこで今回は山崎福也投手がソフトバンクを選ばなかった理由を紹介します。山川選手の FA による獲得をめぐっては、昨年彼自身が起こした不祥事によって西武球団から出場停止処分を受けていたこともあって否定的な意見が多かったのですが、その人的保障が球団の顔とも言える和田投手ということで、プロ野球に関するニュースや SNS はこの話題で持ちきりとなりました。しかしその日の夕方、事態は急展開を見せ、西武が人的保障として和田投手ではなく甲斐野洋投手を獲得したと正式に発表しました。事態は決着に向かうかと思われましたが、その騒動が収まるどころか様々な憶測が飛び交い、沈静化することなく未だ燃え続けています。ソフトバンクにとって今オフの最大の誤算は、オリックスを FA となった山崎福也投手の獲得に失敗したことでしょう。これを契機に今オフのソフトバンクは転落していったように思えます。山崎投手は残留交渉を行っていたオリックスを含めて6球団の大争奪戦となり、条件面ではソフトバンクが圧倒的に有利と見られていました。ですが最終的に山崎投手が選んだ球団は日本ハムでした。山崎投手の決断がソフトバンクに与えた衝撃は大きかったといいます。在京スポーツ紙記者は、昨年の近藤健介も一時は他球団が有利と見られていましたが、最終的には条件面で大きく上回るソフトバンクに入団しているため、山崎も獲得できると思っていた関係者は多かったようです。それが蓋を開けてみれば、山崎は同じパリーグの日本ハムを選んだソフトバンクにとっては二重の痛手だったと言えるでしょう。今後は山崎に限らず、金銭よりも自分がいかに必要とされているか、また活躍しやすい環境かどうかということを重視する選手が増えているように思います。昨年オフに好条件で入団した峯井宏樹の出番が極めて少なかった、今年のスタメン出場はわずかに9試合ということも影響したかもしれませんね。ソフトバンクの投手陣を見てみると、規定投球回数に到達した選手は一人もおらず、佐投手で最多の8勝をマークした和田毅投手は来年で43歳という大ベテランです。もっともそんな投手をいともたやすく手放そうとしたことは理解に苦しみますが、チーム事情を考えると山崎投手は喉から手が出るほど欲しかった投手であり、山崎投手に提示した条件にもそれが現れていました。最優先事項といえる補強に失敗したことで完全に計算が狂ったと言えそうです。そして山崎投手以外の補強で話題となったのが、西武を FA になった山川選手の獲得についてでした。当初は球団内には不起訴になったとはいえ、不祥事に対するイメージの悪さから獲得を見送るべきではないかという声も上がっていました。そんな中で前楽天安楽智弘投手のパワハラ騒動が発覚し、コンプライアンス面でかなりの逆風が吹いていたので、獲得を見送る決断を下しても何ら不思議ではありませんでした。ただ今年のオフもパリーグの覇権を取り戻すべくさらなる大型補強に乗り出すと見られていましたが、ここまでは例年と比べて補強がうまく進んでいませんでした。高橋礼投手と泉圭介投手を交換要員に、巨人からウォーカー選手を獲得しましたが、そこまで強いインパクトがある補強とは言えませんでした。今オフの至上命令とも言える山崎投手の補強に失敗したこともあり、このままでは終われまいと来季こそは V 奪回を命題とするソフトバンクは批判を受けるのを承知で山川選手の獲得に踏み切ったとみられます。しかし結果的にこの判断が惨劇を招いてしまうこととなりました。ソフトバンクはフロントと現場で意思疎通が取れているのか疑問です。小久保監督が今季の先発を確約している投手をプロテクト枠から外してしまったことに、選手もチームのビジョンに不信感を抱きかねません。杉内俊也、松田信弘、そして横浜時代を黒歴史として捉え、ホークス生え抜きのような顔つきをしている内川誠一といった生え抜き功労者がソフトバンクでユニフォームを脱げずに引退していったこともあり、このチームは生え抜きの扱いがひどいという声は常々上がっています。
それだけに山崎投手は英断だったと言えます。山崎投手は日本ハム入団を決めた理由について、理由としてはたくさんあるんですけど、まず僕自身すごくファイターズに縁を感じております。父も在籍していたことと、昨年オリックスから移籍した伏見トライさんがいること、そして僕自身がすごく尊敬していた金子さん、二軍投手コーチもいらっしゃいます。あとは北海道の地で中学3年生の頃に脳腫瘍の手術を受けていまして、そのような縁がたくさんあるファイターズに入らせていただくことになりましたと説明しました。金額面では日本ハムの提示した条件よりソフトバンクの方がはるかに高い金額でした。しかし山崎投手は、目先のお金だったら他のところに行った方が良かったのかもっていうのはあるとは思うんですけど、僕自身は野球人生を長くやりたいという夢があるので、そっちを優先しましたね。ソフトバンクは出来高込みで最大12億円というだけであって、ベースの金額自体は日本ハムと遜色ないのかもしれません。ソフトバンクで携帯電話やネット回線を契約するときに、実質円とか最大円引きという売り込み方をされますが、実際の金額とはかけ離れていたり、厳しい条件をクリアしないとその金額にならないということがあります。それと同じだと思います。実際にソフトバンクはベースの金額ではなく、出来高をかなり手厚く提示をすることで知られています。最大額で報道されるのは拡大解釈だと言ってもいいです。近藤選手も昨オフに単年7億という提示がされたことで話題となりましたが、これは出来高込みでの金額であることが明らかとなっており、ベースの額は半額程度なのではないでしょうか。育成選手の人数が最も多く、余剰戦力で選手の層が厚いソフトバンクでは、選手を見切るのが早く、ダメならすぐに2軍落ちとなってしまいます。くすぶっていた大竹投手が阪神に移籍してエース級の働きを見せたり、田中正義投手が日本ハムに移籍して活躍したことでも層の厚さがわかります。そんな中で最大額の12億を手にすることは容易ではありません。また山崎投手は、自分が一番活躍できる場所、しっかり1年間投げられる場所を選ぶ基準として定めていましたが、ソフトバンクはこの点を叶えられるとは思えません。お金で突き動かせないものがあったと言えます。日本ハムや北海道との縁、球団の熱意が伝わって日本ハム入りを決めています。今となってはあんな球団に行かなくて本当に良かったなと思います。山崎投手には日本ハムを優勝に導いてもらって、ソフトバンクの間違いに気づかせてあげてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。